皆さん、こんにちは。マリア・パスカナーレと申します。リーガルポリスグローバル・パートナーズ・デジタルに所属しております。テクノロジー・ガバナンス関係の組織になります。本日はモデレーターとしてメイン,メインセッション IGF2023 の モデレーターとなりと大変光栄に思いますタイトルは私たちの望む AI ですご高名なパネリストをお呼びしております皆様から議論に関与をいただきますまずパネリストをご紹介してその後この会議の進め方に関しましてお話をいたしましてそして実際のディスカッションを開始したいと思っています まず、アリサ・エーマー先生です。東京大学の准教授でいらっしゃいます。また、理研センターでにも所属していらっしゃいます。そして、ネパール先生です。ネパール先生は、アイトレブル・イのウィンのテクノロジーセンターにいらっしゃいます。クライメット関係のセンターにもいらっしゃいます。そして、ジェームズ・ハリソンさんです。 今現在はインターナショナルポリジアンドパートナーシップのヘッドでオープン AI に所属でいらっしゃいます。そしてセス・センター先生です。米国の内務省の技術特使でいらっしゃいます。これまで内務省で仕事をしてこられております。サイバースペースだとか新しい技術に関します担当していらっしゃいます。 そして AI のナショナルコミュニティでコム首相の案に対しましてファイナルレポートを作られた方でもいらっしゃいます。そして市民社会からの代表者でトビケレー・マティンバーさんです人権そして社会正義に関します法律家でいらっしゃいますパラダイム・インシアティブに所属でいらっしゃいます。でこのセッションですが まずいくつかの政策に関します質問を行いましてそれぞれのパネリストからご発言をいただきたいと思います2回ほど質問を回したいと思いますそれぞれ1回あたりですね、5分程度の発言お願いしたいと思いますその後10分程度で会場にいらっしゃる方々から質問だとかコメントをくづけたいと思います その際はマイクが前にございますのでマイクの方までお進みくださいそして特定のスピーカーに質問がある場合はその方を示してくださいオンラインでご参加の方で質問がある方もモデレータークリスチャンギリーがおりますパネルにご参加でもいらっしゃいます質問がある場合はセッション中にオンライン上でもお知らせいただけますと お時間を取れると思いますまず今日の会話の背景ですけれどもいくつか私にとりまして今日の議論に関係があることに関しましてお話をしたいと思います最初に少し皆様に挑戦的にわざとこのようなお話をしたいと思いますけれどもどのように昨年 たくさんの AI に関しますお話が昨年来毎日のように聞いておりますけれども AI に関しましてテクノロジーの名前しか知らない人もいるかもしれませんが今現在は AI に多くの人が関心を持ってどの,どうしてどのようにこのテクノロジーが機能するのかまた AI をどのように、えー 例えば日常の生活だとか、えーま、権利の擁護というところに利用するのか今現在の現実そして要望人々からのプレッシャーというものもありますそして政府だとか企業に対しましての圧力も高まっています。政府企業は AI ののに関しましまて何らかの 管理という管理方法統治方法というものを、えー、求めているわけですこの AI というものが人類にとって、えー、良いものになるためにということです AI の可能性というものを最大化しながら社会においてまた責任のある倫理的な原則開発に関しましてもそうですしこういったものが必要になりますそこでまずディスカッションに対します提案ですが 国際枠組み、まあ、人権に関しますは国際枠組みというものが今回の技術標準の基盤になるべきだと思います。また、規制規則に関しましてもそうです。また、今現在、自発的なあ自主規制というのも行われておりますけれども、こういった背景からいくつかの原則に関しまして、どのように国際的なあ 人権の枠組みを AI の議論の中に含めるのかということに関しまして5つの原則がありますけれどもまず一番最初どのようなバランスに関しましても AI にディスカッションする時にはそのアプローチに関しましては人権人権法を擁護するものでなければならないと思います。な新しい技術が導入されれておりますけれども なののでで AI だけ話ではありませんそしてリスクベースなアプローチで実際に設計だとか開発またデプロイメントに関してもそうですけれどもリスクとはどういった意味なのかリスク評価に関しましても議論したいと思っていますそして3つ目にオープンで包摂的な AI の利用そして 私たちは皆様にどのように透明性を確保するのかデザインそして開発そして展開に関しましてそして AI のリスクとそれから害というものをどのようにコン,コントロールするのか、まあ、こういったことから皆様の意見を伺いたいと考えていますでは最初1回目のコメントをパネリストに伺います特に 2つの政策的な質問に関しまして、マグの方で提案されています質問があります。まず1回目はこちらの質問になります。どのようにグローバルなプロセスというものをつなげていくのか、国際的なガバナンスに関します、AI について。 さまざまな議論がございますがこれは国際レベルであってもうそして各国のレベルでもありますがこれを人,人,人類全てにとりまして良いものにするためにどのような形でこのような議論というものをつなげていけばいいでしょうか。まずエマさんこのような技術標準だとかそれから倫理原則こういったものが効果的にさまざまな各国 司法管轄権で実行されるためにどういったことができるでしょうかありがとうございますパネルの皆様にも感謝申し上げます今現在の状況を考えますとテクノロジーがどのように開発されているのかすなわち設計だけではなくて開発そして展開しよう様々な国境を超えた利用というのがあります例えば日本では 一般的にはおそらくコア AI モデルが利用されています。これはアメリカのものです。そしてディプロイヤーが日本のスタートアップ企業であると。で、ベンダーは一方で別の会社であると。そしてユーザーは誰がその AI モデルを作ったのかを分からないという状況になっています。サプライチェーンが長くなっているということになります。そういいった意味において 透明性が重要です AI のライフサイクルを見てその中に透明性を設ける透明性だけではなく相互運用性も必要ですこの言葉相互運用性は G7 の声明でも研究されていますそしてこれはトリッキーな言葉でして実際に 相互運用性の枠組みをどのようにするのかこれは技術標準ごとにその意味合いが違うわけです私の解釈ではこの言葉というのは各国各組織そして各各会社においてポリポリシーがあってそしてエアシステムも評価する方法というものを持っていると思いますがその中で、えー 影響評価を行うとリスクに関しまして一方で法的な制度というのは国ごとに違いますので各国のその分野各,各国のやり方というものを尊重するべきだと思いますそうしませんとグローバルの議論というのは進みません各国には各国の文脈があります例えば日本の場合は ガイイドラインがあります AI について AI の開発使用に関してです。これはコース力のあるものではありませんがガイドラインが日本には存在します。また日本の多くの会社は評判というのは気にしますので。ま ソフトローと言ってもいいかもしれませんがそのような規律が働くということがありますこれはあくまでも日本の事例であって他の国は必ずしも同じような状況ではない、えー、違う状況があるとしたがってどのような国がまたどの,どの国において どのようなリスク管理のフレームワークを持っているのかリスク評価のフレームワークを持っているのかでそれを透明性そこに透明性もさせるということそして事例を共有するということが重要ですマリアさんがおっしゃったようにリスクベースの評価というお話がありましたではリスクとはそもそもどういった意味なのかということをマリアさんもおっしゃってましたハイレベルローレベルのリスク様々です特に、えー が顔,顔面の認識システムビルダーとか空港で利用されておりましてまたその利用法はがいますけれどもまたそのシステムも違うということもあります顔認証ですそしてその文脈というものを理解して誰がそれを使うのか誰がそこからの恩恵を受けるのか誰がリ,ーリスクにあるのかということそのようなお互いのその事例というものを共有し合う交換し合うということが重要だと思いますそうすることで全ての 抽象的な原則というものより生きたディスカッションにできると考えます以上ですアリエサさんありがとうございましたあのでちょっと同じ延長でクララさんに聞きたいんですけれども 技術基準とそれから倫理原則というのが AI ガバナンスをグローバルレベルでどうやって効果的にサポートできるんでしょうかそれから技術的な基準の中でこういった倫理的な原則とかあるいは課題などを考慮しているのかそして人権そして国際基準などをどう考慮していくのかと技術基準にですねありがとうございます。ままたたごご招待ありがとうございました、まあ 私の組織は非常に古い組織で 140, 140年ほど前エジソンが創設者の一人でしたアイトリプリンのですからエジソンのような発明を電機を発明したんですけれども彼はどういう形で他の人と関与したのか一人では発明できなかったわけですねつまり社会に受けられるためにはリスクを管理しなきゃいけないで当時のリスクというのは明らかに安全でした。そして 我々は IEEE、e、は安全から始めてそしてその後安全とセキュリティに拡大し今や AI が来たいことによってリスクを再定義しなければならなくなりましたつまりより伝統的なリスクの例えば安全とセキュリティ以降以外にも人権などを導入しなければいけなくなったわけですでじゃあそれをどうやってやるかという質問ですけれどもかなり早くか,早くから始めましたボトムアップのアプローチです我々は世界最大のあの40万人ぐらいのメンバーがいる最大の電気電子協会ですでこういったあの問題というのは本当に個別のレベルでかなり早い段階から出てきました 今おっっっしゃたたよううなバイアスとかそういった問題ですねでどうやってそれに対応するかという疑問があったわけですそこでエスティカルアラインドデザインという取り組みを始めましたつまりこういった問題を特定してそしてそれを例えば標準基準などで管理するそして規制当局とも協力をするということです。で 標準から次に社会技術的な基準に移行しましまたそれは価値に基づくデザインとかあるいはあの共通の用語を使うということです。というのは何かと言いますとあのそのコンテクストのステークホルダーの「バリュー価値」というものを考慮にするということです。でもちろん価値というのは違います人によって人権はいつも重要ですけれどもただまあそれにどう対応するかは人によって違います。でこういった た価値をどう優先順位をつけて、そしてシステム要件に落とし込んで、そしてステップバイステップの方法論を開発者に提供するか、することによって非常に効率強い標準ができます。それから共通用語ですけれども、例えば透明性といった場合意味が 開発者にとってそれからユーザーにとっては全然違いますですから例えば一つの標準ではその透明性の異なるレベルを同体するというものがありますそれからバイアスも同じですバイアスをシステムから取り除きたいんですがただ実はバイアスが必要な場合もあります例えば医療の場合には 例えば男女の違いとかそ要は症状が違うんですね例えば心臓発作に対して反応が男女では違いますですからコンテクストは非常に重要なんですまたさらにこういった標準を保完する上でサーティフィケーション倫理的な認証システムというのを導入しましたでそれをあの公的民的なアクターでそれを試していますで先ほども話がありましたけれどもやはり重要なのはやはりキャパシティビルディングつまり人材育成トレーニングだと思いますこの 技術的な専門知識とそれから社会それから法的な問題に関する専門知識の組み合わせが必要だからです。でこの認証プロセスの中でコンペテーーフレームワークというのを確定しましまたでこの中でどのようなスキルが例えばトレーナーとかあるいは評価者かあるいは認証者に必要かということを定義してそして認証機関から始めてこういったエコシステムをあの。 作り始めたわけです。で、これを実現するためにはエコシステムが必要です。で、こういったボトムアップのアプローチを補完するのがトップダウンのアプローチです。つまり規制的な枠組みです。 例えばヨーロッパ評議会とか欧州委員会とか欧州連合とか OECD などとかなり早い段階から原理原則からそしてどうやってこの規制をオペレーショナルするかというところまで関わってきました一つは AI 法というのがありまして AI 法というのは特定の標準を義務付けているんですけれどもそこでは欧州委員会と協力をしながらどうやってその規制の要件を標準にマッピングしたらいいかとジョイントリサーチセンターのそれについての実は研究 論文がありますのでぜひダウンロードしてください。ありがとうございます、クララさん。では次にジェームスさんの方から民間セクターの経験についてお話をしていただきたいと思います。特に今のこの話の流れでクララさんはバリュー、価値とか価値とかそれからあの価値の定義。 という話をされましたそれから用語それからフレームワークなどの定義も重要だとおっしゃったんですね。そこで私が聞きたいのは政府がマルチラテタルの努力を行っていますあるいは技術基準などの策定努力があるんですけれどもそれ以外に民間セクターが現在こういった課題例えば 責任ある AI ガバナンスのを反映させるための役割をどう果たしているんでしょうかそれから倫理の原則それから人権の保護とこれはどうつながっているんでしょうか。 あの意見を書かせてください我々の出発点というのはまさに耳を傾けるそして人のよく理解するところから始めました我々が作るツールというのは本当に斬新な形で使われていますそしてその新たな能力などを探索する際やはり専門家とか学術界とかあるいは標準化団体とか各国政府そういったところが評価テストするところから学ぶということが重要です例えば我々が予測していないどのような新たな害があるかとかその の有害性は全部事前に予測できないので、イテライト反復的なアプローチを取ってえ、何を作ってえ、そしてどうやってツールを使っているかで、システムカードというのは、例えばオープンのレッドチームなどをツールセットに対して行うというようなこともやっています。で、やはり理解が重要なんです。何を我々は知らないのか。そしてどの言語をどの場所で我々のツールがよく機能してないのか？あ、また定義がどこで。 ディスカッションされより具体的なより強い裏付けが必要なのかとこういった国際的な対応する中で同じ言語を使わなければいけない例えば民間のマーケティングとかあるいはまだ定義されていない分野でもやはり共通の理解からスタートできるようにするためですそれからもう一つ民間で重要な役割特にオープンアイで特に強調しているのはキャパシティビルディングですつまり能力開発です。つまり 研究チーム、ありとあらゆるあのその例えば人権とか政府とかあるいは市民社会などがこういったテストに参加して何がうまくいっていないのかということを教えてもらう。それから彼らが欲しい能力で、そしてあるいは今機能してないものは何かということを教えてもらうということなんですね。で、これは反復的な作業になります。我々はいろんな開示をして新しいツールのリリースなどもしますけど、その中で我々がし活用としている分野を特定します。例えばショ 例えばハルシネーションとかそれからどこでスカシ電子スカシが重要なのかそしてテキストが変わった場合のあるいは動画でのスカシとか。 ののツールによよってどう違ううう違かとというようなことの研究も必要ですですから知らないことをやはりしてそしてキャパシティビルディングを通じて安全とかこういったシステムの評価を行ってそして世界中の官民それから市民社会そして学術界の作業を支援してこういったツールが正しいものになるようにそして我々が世界で行っている対話というのが具体的な行動につながりそして で、それが ai の長期的な安全につながるということを担保することが重要です。ありがとうございます。ジェームスさんでは、次にセンターさんアメリカ政府を代表して今回いらしていただきます。けれども、あの私が関心あるのはあのフランクさんが冒頭でおっしゃった通り、今あの一般社会。あるいは政府からその。 圧力がかかっているとつまり行動を起こさなければいけない AI を全ての人類の利益のために使うためにそういうと,とか言われているんですけれどもアメリカ政府ではグローバルな AI のガバナンスでどこが一番欠勤の課題と思っているのかそうして でまあ、皆さんが国内で例えば民間セクターで行っているそういった活動を他の政府と協力してそして最も喫緊の課題と思われるものに対してどう対応しようとしているのかということです。 プレッシャーというのはと今のこの状況を表すいい言葉と思いますただプレッシャーを感じているのは政府だけではないですからここに皆さんが集まっていらっしゃるんですねえみんな AI についてはとてもワクワクしてるけどもでも恐怖心もありますというのはまさに我々は変革の時代に置かれていると感じているわけですで IEEE はトマス・エジソンが発明したと,と言ったのでトマス・エジソンの引用から始めますねあの知らないで言うんですけどあのエジソンは19世紀の頭つまり、あ 電球を開発した20年後ぐらいに電力が世界にどういう影響を与えますかと聞かれたそうですそこで彼の答えは電力というのは今後世界の全生涯を変える秘密の鍵になるとで AI についても同じことが言えると思います。ただ少なくともアメリカでは数十年間かけてやっと 電力の規制枠ができあがったわけですでも今 AI については何十年も待つことはできませんあの政府の AI の規制を含むような政府の規制を何十年も待っている余地はないんですプレッシャーがありますから。以上申し上げた上で IGF のような組織を もう本当にさまざまなマウチステークホルダーもまとめてこういった対話をそしてガバナンスのペースを早めようとしていることを感謝します特に日本政府今回主催いただいて G7 の広島プロセスをリードしてくださってありがとうございますそしてスピードによって成果が生まれるということがそれによって分かりましたではあとその後まあ,あと30秒しかないんですけれどもあの4つほど申し上げたいことがあります1つはやはやり視点パースペクティブです AI ガムナンスについての視点です。もうすでにしっかりした。 基礎がありますマルチ・ステークホルダー・アプローチで AI の原則を作るための2019年の OECD の原則それから G20 の原則などもありますアメリカ国内ではここ数年間我々は2つのフレームワークというものを作りましたいずれも非常に重要で人権とかバリュー価値にも普遍がありますがいずれもかなり広範囲のマルチ・ステークホルダー・コミュニティの協議の末生まれました1つが AI ・ Bill of Rights それからもう1つが ナショナルインスティテュートオブ短距離線テクノロジーのリスクマネジメントフレームワークで、これは240回の協議を18カ月、マルチステークホルダーのコミュニティと続けて、そしてフレームワークを作りました。その内容は安全、そして安心のフレームワークを AI の開発に適用するということで、それが我々の課題だと思います。ではこのようなあのこういった基礎があるのに、なぜこういう対応をしなきゃいけないのか、それはあの GPT によって って新しい社会経済的な現象が生まれたからですで、これはいわばスプートニクのようなあの効果を与えましたつまりあれによってまあ AI について行動を起こさなきゃいけないとみんな覚醒したわけですで、これによって新たないろいろな安全と安心のリスクについての課題が見え始めましたですから我々はこれに対して新たな対策を講じていかなきゃいけないと思いますそれからそれについて2つの課題と言いますかチャレンジがありまして1つはそれによって 我々のデジタルなエラーについての我々の怒りというものを激化させそしてそれをさらにスピードアップさせてしまうで一方ではその効果についても同じことが言えるわけでですから我々は迅速な行動が必要です。アメリカではやはやり 規制枠組みにいずれは到達しなきゃいけないそしてもうそれに対して政府のアクションが今必要ですそれ中間を取っていわゆる自主コミットメントというものを開発することになりましたあの安全それからセキュリティとトラストのフレームワークでそして企業がより透明性を高めてセキュリティを高めるそれから透明性を高めてシステムが意図通りに働くようにするということを担保することになります。ここれが我々がこの時代に 対応して今明あのスピードと透明性とそれから行動が必要なあそういった時代に対応していきたいと考えています。はいありがとうございます。ではこちらの会話に関しまして次に渡部紀里さんに質問したいと思います。特にどこにそのグローバルサウスの視点というものが繰り込まれていくのかまた別の経路 AI のガバナンスの話をする時に一般的にこういった議論というのはグローバルノースの政府だとかグローバルノースの機関がその中心になっています。これは学術会も民間もそうですし産業界もそうです。そこでどのような課題がそこにはありますでしょうか。AI のガバナンス皆さんの,その制度だとかまたその社会経済的な文脈においてこれを機能させるためには。 またこのようないろんな外国から来るようなあ、まあ、規制もそうですしこういった枠、えー、組に関しまして、えー、これをそのグローバルサウスでも活用できるするためにはどういったことができるでしょうかありがとうございますまたパネルの皆様にも感謝を申し上げます、えー、私、えー、の特にそのグローバルサウスのシステムというよりもそのアフリカ大陸の視点でお話をしたいと思います規制は 赤組に関しましては我々今現在国の AI の戦略を策定することで追いつこうとしているところでありますそこで法律だとか保護に関します法律えこちらができるだけ少なくとも自動的な意思決定だとかアルゴリズムだとかアルゴリズムに関します決定だとかこういったところに関しまして揉めを向けていますこのようなその文脈の中で 我々の状況としては、うん、追いついていこうということで人権の保護 AI においてこのデザインプロセスもそうです使用に関しましてもそうですでこういった状況において特に重要なのはこの文脈では、えー、それを理解するということ AI のそのデザインとか使用我々のコンテクストで理解する必要があります。 もちろんこれは力の中心になるということになりますしその力の中心というのは誰がその知識を持っているのかテクノロジーに関します知識を誰が持っているのかまたその技術的なデザインを誰が握っているのかという点すなわちオーナーシップの話ですグローバルサウスにおいてはその辺りで遅れておりますのでなので包摂、まあ、性の重要性 グローバルサウスの声をこのプロセスに反映させるということグローバルのディスカッションにおいてそれが重要だと思っていますそのような包摂性ですそして市民社会だけではなくて包摂性という話になりますと代表性というところも関,関係してまいります加盟国の代表性そして参画ですで IGF は大変素晴らしい機会を我々に提供しております マルチステークホルダーのディスカッション AI に関してもそうですし、まあ、それ以外のグ,レーグローバルの枠組みに関しましてですこういったものを活用することができると思っていますまたその地域レベルのお話ですけれどもグローバルの視点から地域の視点に移しますとアフ,アフリカ委員会の人権委員会で 2021年に決議が行われておりますその中でアフリカ大陸は戦略そしてメカニズムまた、えー、法的なあ枠組みというものを準備し AI から人権を守るということ,そしと,いうことをうたっていますそしてまた2021年以来私のエリアでは実際にアフリカの諸国は 政策だとか法律の策定においてまだ十分には追いついておりませんがそのような現実というのは残ります。でも一方でグローラサウスは例えば信頼が十分ではない AI に対します信頼感もないと適切な政策がなければ例えば監視人権に対します さまざまな監視だとかそれから AI におきます差別的な理由だとかこういったものが我々の大陸においては今でも現実であるということなのでそういった視点からも我々はこういったディスカッションを進めていく必要があると思いますし、はい、ありがとうございますでは最初の質問に関しましてご回答いただきました。 全員パネリストの方から最初の質問いたします回答いただきましたので一旦ここで会場をまたはオンラインとのオンサイトの方々から質問だとかコメントがありましたらお願いしたいと思います、えー、オンラインでは何か質問だとかコメントは来てますかはいチャットが次から次から入ってきております、えー、今、えー、この機械というものを目の前にしているわけですがでえー まあ AI だとかガバナンスの話ということになりますと、まあ質問に対しまして、えまあ一つ質問が来ております、興味深い質問です。これはターゲットグループなじ十七歳の男の子バングラデシュからの質問になります。どのように AI の規制ガバナンスがさまざまなレベルにおいてえ子どもを中心にするということを 確証するのか子どもが AI の恩恵を受けそして可能性のある害から子どもたちを守るためにはどういったことが考えられるのかということですけれどもこちらの質問は例えば。 特にに弱者ですよ、ねえー、に関係すす。るとところだと思いまポリシーだとかそれからフレームワーク AI に関しまして、えー、議論する際に子どもをその弱者として考えられると思います。まあ、これ以外の弱者のコミュニティというものがありますのでそれをガバナンスの中にどのように、えー、組み込んでいくのかということ、まあ、それぞれ弱者グループのニーズというものがあると思いますから、まあ、それをどのように反映させていくのかということすなわちガバナンスに関しましても あらゆるその事例でうまくいくようにしてく機能するようにする必要があると思います。クララさん何かありますか。はい。これは実質的なレベルにおいてもまた規制のレベルでも対応できる点があると思います。例えば法,法的な対策を行うことでオンラインのプレゼンスだとか。 その環境において子どもが保護されるということを確証するということそれからまた重要な点ですが自主的な取り組みも必要になりますして一つの事例として英国の子ども法というのがありまして人権というのは人権子どもの人権も当然ながらまたも守る必要があるわけですけれどもまこれをオンラインにおいて英国においては 規制、えー、法的なフレームワークというのは設けていますそして要件というのは設けてるわけですそしてそれを実際に運用に落とし込むときに、えー、年齢ごとのデザインだとか年齢に、えー、合ったデザインだとかあそういったものが推奨え提唱されておりますこの法律の中では したがってその規制もできておりますしまた自主的な取り組みもあるという一つの事例になりますそれ以外にも同じようなことは他の国でも行われていますそれから基準だとか標準そして規制がどのようにお互いに絡み合ってオンラインで子どもたちだとか人権を守るのかというような議論もございます他に何かありますかなければ次の質問に移れますけど何かありますかはい追加することはこちらは たくさんのこれまでの研究のもとに子どもの安全性だとかに関します門家の方々が研究を行っていらっしゃいますレゴもそうです学術会だとかそれから組織がその使用パターンというものを研究してどのように子どもたちがまたそれ子どもだけではありません弱者がどのようにテクノロジーと 関係を持つのかどのような有害の可能性があるのかだとかオープン AI に関しましてもえバーチャルのえ、まあ、AR の研究を行っておりますドクターであれまたリサ, <laughs> リサーチチームであれえこういったところを深くも研究をしておりますそして我々の理解,理解えこれは今この子どものお話をしておりますがえ 政治に関しましてもそうですま成人の弱者のコミュニティもありますのでアクセスが十分に提供されてないようなグループというのがあるわけですリサーチベースエビデンスベースという形でそれを基盤にして組織というものが安全なツールというものをシステムというものを開発していくということが必要になると思いますこれはま革新的なアイデアではありませんけれどもこのような組織というのはすでに重要な研究というのを行っていますからそれをさらに継続しながらその研究の 基盤というのをもとにそのようなツールシステムというのを開発していくということができると思いますありがとうございますクリスチャンさん何か他に質問はありますでしょうか <laughs> We can take one はい、ではあのこちらの会場から取りますかゲット To view カナダのメトロポリタン大学です AI システムというのは技術な性質は正確技術的ですけれどもでも人間のインプット入力化がされますいろいろな種類の入力です。でメディアはそういった AI をグローバルサウスで開発する時の労働というのは例えば西洋社会で AI を作る時の労働と違うということで AI を作る上で国際的な労働 あの労働基準法とか基準などをどうあのやって策定していったらいいんでしょうか。あるいはそれはどう考慮されているんでしょうか。何かパネリストでこれに反応したい方いらっしゃいますか。誰かジェームスさん。はい。ではやります。やってみましょうか。やはりあのその生産こういったツールの生産に関わる労働者の保護というのは重要で、そうしても長年 このようなその,他のセクターの労働者の権利向上は AI でも 活用ししな,なけければいませんんきちんとした報酬を与えるそして何か乱用とかあるいは害があった場合にはそれに対応するとで誰もがやはり今後監視しなきゃいけないと思います民間セクターの企業であれあるいはモニタリンググループであれ常に監視を続けてそして常に耳をそばだててそして出てきたものを見るそれからあのなかなか発言 社の声が届かないところがないかどうか、それから労働、それからツールの開発の生産チェーンの方々が不適切な行動をしてないかどうかを監視していくべきだと思います。また既存の法とか政策だと対応できない分野もあって、それについては。 あのまあギャップがある部分については感知しなければいけません。それについてオープンにそうして建設的な協議をしながら迅速に行動して、あの例えばコミュニティとかあるいは業種の中でその乱用されるとかあるいは害を及ぼすということがないようにしなければいけないわけです。オンラインから最後の一つの質問を取れると思うんですけいやもうどんどんと入ってきています。三 <laughs> つの質問がありますけれども、あのまあある同僚 え教授なんですがアフガニスタンカブール大学の方です我々は生成 AI を例えばアフガニスタンのような途上国で教育システムに適用することができますかとできない理由はないと私は思うんですけれどもそれが一つ目の質問ですそれからあと二つですまずアカウンタビリティ説明責任についての一つですが AI が十分に理解されていないで AI の価値とかリスクのバランスを取る上でどうやってその AI の説明責任についてはどう対応したらいいのかそれから3つ目は倫理です倫理についての質問です現在のところ AI はアウトプット人間が入れた入力に基づいたアウトプットを出してますけれどもしかし時間とともに自身で生成物を創出するようになるかもしれないそうすると機械が人間のことについてその人間のデータなしで答えを出すことは許されるんでしょうかでまた あの全く我々のコントロール外に AI がなってしまうようなことはならないのでしょうかということで教育につしてそれから倫理についてのとても大きな質問をいただきました2分半だとちょっとここに答えるのはチャレンジですがセスさんあのそのアカウンタビリティについて答えていただきますかどうやって効果的なアカウンタビリティのメカニズムができるのかはい分かりました。 どのガバナンスの質問でもやはり最終的には究極はやはりアカウンタビリティ説明責任の問題になるんだと思います。つまりガバナンスの枠組みでそれも自主的なものについてはまだ会議心があるとこれもアカウンタビリティの問題ですね。それからどのようなフレームワークでもやはりその課題というのが何を測定したら。 あの法律が適用できるるののかとという話話ににななやはりり説明責任の話になりますですから自主枠組みについては、まあ、何か法律への橋渡しとして実習的なフレームワークを入れるのであれば先ほどの話に戻るんですけれどもやはりあのレピュテーションコストというのがあるんですねつまり実習コミットメントを採択するのにはあの会社の評判というのが風評被害というのがあり得るわけです。で先ほど前あの いわゆる実習コミットメントについての説明責任がどうなるかということを先ほどお話になりましたけれどもあの実習性それから説明責任というのが技術的な行動に つながっている以上やはり意味ある対話ができると思うというのはそれは最終的には測定できるからです。で測定できるかかどうかというのはとても重要です。つまり抽象的というのは原理原則が本当に説明責任を達成できるかどうかは私はちょっと疑念があるからです。最後の質問 で、その後はもうそこで打ち切りにして、次のセグメントに行きますね。最後です。はい、皆様こんにちは。アナンダと申します。私は us ネパールのチェアをしておりまして、経済途上経済を代表しています IG。igf2023 については、ai のトピックがたくさんあるんですけれども。でも我々はまだ。 人々の接続さえできない人口のネパールのそれからエパキクタの人口の40%はまだ未接続の状態です。そしてその40接続されているうちの40%というのはインターネットを新しく採用した人たちです。質問はなぜあの先進国は AI といったようなテクノロジーを採用しているのにネパールのような国というのはあのご情報それから偽情報などに 対抗しななけければいけないのか生成 AI が2022年にこれだけ普及してちゃんと GPT とか Google とかで蔓延してるからです開発当初の経済は失礼先進国がどうやってこのデジタルエラーにやっと入ろうとしているこういった途上国にどう支援ができるかそれからマルチステークホルダーのプラットフォームでこういう問題を投棄してますがこのプラットフォームでは やはり政策を設定する能力はないわけですよね。というのはポリシーについてはマルティラテラルのシステムが世界中のポリシーを決定するわけですからですから先進国がデジタルエコシステムをすべてにとってすべての人にとって包摂的なものをどうやって一緒にコークリエイト共同で作っていくことができるんでしょうか複雑な質問ですね。やはりそれぞれのパネリストから答えをいただきたいんですけれども例えばジェームスさんどうでしょうか何か。 何か管轄的な課題こういったガバナンスのメカニズムを例えばサービスを提供しいろいろなコンテクストに提供している企業サービスに提供している企業についてお話ししてください二つのプロジェクトについてお話をしますねこの問題を解決しようとしているプロジェクトで最近我々はあるプロジェクトをスタートしましたこれはグラントで民主的な AI への入力という プロジェクトなんですつまりコミュニティ国いろいろな領域に対して何がユニークな価値でそしてアウトプットローカルなコンテクスト AI システムのローカルコンテクストから出てくるローカルなコンテクストは何かとでもちろんそういったものは地域によって違います。 そのローカル地域あるいはコミュニティ主導であるプロセスをどうやって強化していくのかということが私は非常に重要な一つのステップとなると思いますだからもう一つはつい最近レッドティミングというネットワークを始めましたこれはセキュリティと安全性のテストでまネパール とかあるいは世界中の国コミュニティ固有です安全安心のテスティングを促進したりとか先ほど誤情報偽情報の話がありましたけれども例えば言語的なミスとかあるいは LLM とか我々のツールが攻撃あるいは脆弱性がある特定のアプリケーションに脆弱な場合にはそれを知りたいわけですで。どこに不足があるのかを知りたいですし あるいはあの理解のギャップがどこにあるのか、あるいはある特定の行動が特に害のあるような結果を出してないか、でそういったあのコミュニティをプラクティスを作って、そういった評価などをサンミットしてもらって、それをそのあの評価をするようなコミュニティをあのいろんなセクターでいろんな国地域で育てていくことがとても重要だと思います。ありがとうございます。では次のセグメントに入りたいと思いますね。特に IGF の役割についてです我々はこの部屋に座ってこのイベントに参加しているわけですインターネットガバナンスのフォーラムに参加しているわけですがここで対話 IGF というのは18年にわたって技術の片付けそれからインターネットの利用についてどんどん討議してきたわけでその経験から得られる役割というのはあるんです 思うんですということで是非スピーカーに聞きたいのは IGF が AI のガバナンスの行動のファシリテーターとしてどんな役割があるかということです。ということでまずクララさんお願いいたします。で そこでお伺いしたいのは IEEE、e、の経験ですあの。自主的なガイダンスを IEEE、e、では作ってらっしゃいますけれども、どのようにこういった自主規制というのが、AI、責任ある AI ガバナンスを確保する上での機会とか、あるいは限界は何か、そして IEEE、e、の経験から IGF 学校の国際的なガバナンス、AI ガバナンスのディスカッションをファシリテートする上での貢献は何でしょうかと。 我々の標準はまず標準に関しまして誰がそれを採用しているのかということはこれまで分からなかったわけですけれども先週会合をもちましてどれだけの方が この標準を理解しているかまたはご存知かということを聞いたところ民間でもそして公的機関においてもこの標準に関しましての認知度は高まっている利用が高まっているということは分かりました一つの事例としては子どものお話が先ほどありましたユネ i c e のプロジェクトがありましてそちらではバリューベースのデザインアプローチを使っていますもともとのシステムのデザインがあった場合にそれに対しまして 例えばアフリカにおいてクローズドシステムの場合は透明性がないということで若い方々が今現在そのエージェンシーを有しているような場合にどうなるのかということで POC が行われています。コミュニティからそのの期待というものを集めた上で えー、最終的にデザインから生まれてくるシステムが期待し,していないものにならないようにする必要があります。そこで、まあ、自主的なあ取り組みがあるわけですけれどもそのためのインセンティブというものがあります。まずウィーン,ンにおいてパイロットプロジェクトを行っています認証システムです。こちらでは国境、うん 当局との取り組みになるわけですけれどもまずはその市民が当局を信頼する必要がありますま当局を使うシステムを信頼する必要がありますもちろんその民間に対しまして同じようなインセンティブが働くと思いますそしてそれ以外にもそのディシカ省において CEO のレベルだとかその経営者のレベルにおいてビジネスコースで まあ、一つのお金を儲ける方法としてはコストを低減するそしてもう一つはフォーカスをうとと差別化すするということがあります投資家ともこの標準に関心がある方がいらっしゃいまして会合を持ってるんですけれどもバリ,ーーリューベースのデザインに関しましてより良い価値提案ができるということが分かってまいりました。したがって リスクベースなプロセスだけではなくてどの,のような測定えすなわちその将来的に成功をどのように測定するのかというところから始めることもできます。パフォーマンスも重要ですし技術的なコミュニティンによってはパフォーマンスが重要であってそして民間の部分においてはまあ利益が必要になりますがそしてそれに追加いたしまして人とこの惑星というディメンション事件というものを加えていく必要があります。 これは皆さんと一緒に集合的に議論する必要があります。もう一つのインセンティブこれは当局の,その要件というものを満たすものですけれども AI 法というものがありましてその AI 法に関しますディスカッションをしている人も我々の標準に関心を持っています。そちらで強調したいのは自主的な規制に関しましては 当然なががら制約があるとということです我々は技術的な機関ですしまた我々の民間のアクターというものは人権だとかそれから法の支配だとか、えー、民主主義というところを念頭にビジネスをしているわけではありませんもちろんそのコンプライアンスは重要ではありますけれどもなのでレッドラインというのを設けて民主的なプロセスの中でレッドラインというものを作る必要があると思いますそれを行うためには 共通のアプローチが必要です、まあ、フィードバックをいただくようなメカニズムが必要になりますグローバルガバナンスの話をするときにはコミュニケーションのラインというものを確立しそして標準 化したいようなインシデントのレポートの方法だとか、テストのやり方だとか、そういったものを決める必要があります。今、その京都で皆様とお話をしているわけですけれども、京都では、えー、まあ、環境のプラダイムが変わるような議定書ができました。そこで、我々はこちらの京都という場に、場において。 新しいその規制が必要かどうかそしてそれをどのように採用するのかというようなディスカッションをしていく必要がありますヨーロッパにおいて AI に関してこれは今新しい現実になっているわけですがどのような人権に対します影響がありえるのかというようなことも考える必要がありますありがとうございます大変重要な点だったと思いますインセンティブの役割ということがありましたがまたのパネリストからも預けをいただきたいと思います えこれはあらゆる人にとりましても課題だと思います。このインセンティブを見つけて、そして正しい方向に向けていく必要があります。アリスタさん、質問ですけれども、これまでの社会学者としての研究の経験から、また、 さまざまなステークホーダーとの会話を行うというようなことの取り組みも行ってらっしゃいますけれどもマルチステークホーダーエンゲージメントを促進していく中で AI ガバナンスの話ですがどのようにこれは効果的に実現できますでしょうかこの IGF はまたそのディスカッションによってどのような役割を果たすことができるでしょうかありがとうございます IGF の役割は重要です一つ エピソードをを皆様にお話をしたいいと思います先ほどのセッション、私が、えー、オーガナイズしたセッションがあったんですけれども、私の友人を招待いたしました。えー、車椅子の使用者です。で、この人は、えー、来ることができませんでした。そこで、えー、アバターを使ってリモートで家からアクセスしてもらうと、参加をしてもらうということをやったわけです。こういったことが重要です。より包摂的になるためには、 できるだけ多くの方々の声を聞く必要があります。関与させる必要があります。でこのように先ほどの17歳の男の子の質問もありましたようにさまざまな声を集めることが必要です。すなわちそういったいろんなステークホルダーとつながりがなければなりません。何らかの課題がある方々だとかとつながるということです。そしてテクノロジーを使うことで 現場に来れなかったとしても、まあ、オンラインで参加ができたりだとかそこで発表したいだとか他の人と話をしたでできるわけですそれから我々のセッションでは議論の内容は我々こういったシステムがあったとしても一方でこれは脆弱,脆弱でもあるということでそれはなぜかと言いますと何らかの危機が起こった場合例えば電,電気が落ちたような場合ですね。そううなりますとテクノロジーはもう 利用できなくななりますなので我々が AI ガバナンスの話をする時には人をそのシステムの中に組み込む必要があります人間というのは柔軟性がありますまた大変レジリエントな存在でもあると適応力を持っているいろんなその機器に対しましても順応できるという側面があります。 またより創造的にまたアクティブにもなれるとそこで私が IGF フォーラムに期待することは AI ガバナンスの話をする時にはその人中心というものがキーワードになるということこのようなトピック特に繰り返しこれ,これも出てきておりますように民主主義だとか 法の支配ととか人権いいう言葉ができていますこのようなトピックは人々の間で共有をした上でコラボレーションを行うとそのような通しができると思います。それからもう一つ IGF に期待することは興味深いそして重要なことがこのパネルディスカッションでも議論されてますが次のステップはこの 会議場の外側で個人のお話をするだとかコーヒーだとか紅茶だとかまたはランチを取りながらお話をするということです。IGF というのはオープンなフォーラムですから本当に隣にいらっしゃる方とお話をしたいだとかそのようなことをぜひやってもらいたいと思います。そそれが IGF の補性そして ですインフォーマルなコミュニケーションができればということですので対人の非公式の会話というものが非常に重要だと思いますなので、えー、できるだけ多くの方々に京都に来てもらって京都も楽しんでもらいたいと思っていますありがとうございます我々京都を楽しんでおりますありがとうございますでその包摂性の話ですが、まあ、いろんなディ,ディメンション次元というものがありましてそれぞれのステークホルダががったごとにその次元というのは違うと思いますし また、その弱者だとか、その、えー、脆弱なその条件にいる人々というのがいます。それから、また、性格的な側面からも見ていく必要があります。そこで、えー、ツベキ,、えー、ツベキュールさんにお,なお話をしたいと思います。けれども、この会話の中で、AI ガバナンスの議論をする中で、IGF はその対応性ということにおいて、どのようにこの課題に対応できるでしょうか。Thank you so much. Um ありがとうございますでまあ、前提として複数の同僚が実は今回参加できませんでしたビザの問題などがあったからですでですから包摂性といった場合 やはりこれは積極的に考えなければいけないことだと思っています包摂的なプロセスそれからアクセス可能なプラットフォームをグローバルサウスの方々に提供するということを考えなければいけないと思っていますではあのそう申し上げた上でぜひ強調したいのはインターネットガバナンスフォーラムでは今後も継続的な関与エンゲージメントが必要です特に重要なステークホルダーそして 我々がこの今まで持ってきた会話もやはり脆弱性のあるグループなどがきちんと代表されるということを担保しなければいけません特に AI の対話ではそうです。それからまたグローバルな非対称性を十分理解するということも今後ハイライトしなければいけない点だと思います。というのは 我々がグローバルノース対グローバルサウスを見ると全くコンテクストが違うわけで,でそれは先ほども言いました通りやはりコンテクストというのは非常に重要です。であのバネスの方からいろいろなコンテクストがこのインターネットカバンスフォーラムでは代表されているという話をされたのでこれによってさらにより良いプロセスを形づけそして AI 焦点を当てたソリューションとか解決策などを導入してそして基本権利とか自由などを考えるときに誰を一人取り残さないということが担保されると思います。さらにこののフォーラムというのは今後も促進保護 基本的な権利と自由の促進そして保護も続けますしそれからあの是正例えば被害者などがあった場合にあの悪影響を例えばテクノロジーにデザイン化を受けるような人に対する救済などもやはり考えなければいけないと思います。最後ののままとめになりりすがが強調したいははこれからも我々がやはり 壁を打ち壊す必要性というのを強調したいいと思いますエアを見るとある権力の中心があるという話をしましたけれどもやはりその壁を取り壊すつまり本当の意味でのマルチステークホルダーのエンゲージメントでその権力者の中心の壁を取り除いてそして全ての声を拾ってそして誰一人取り残さないためにはそれが必要だと思います。 センターさんどううでしょうか同じその問題ですけれどもどうやってこの現実の多様性それからプロセスなどこの現実の多様性に対応しようとしている地域レベル国レベルあるいは EU などのレベルでの対応 それからグローバルなガバナンスシステムでも例えば国連からいろいろな提案が出てきて新たな組織などを設立して AI のガバナンスを取り戻っの検討しようとしているんですがこういった多様性があるわけですがまあ アメリカのというのは国内レベルで独自の対策をしながら最も最適な形で AI のガバナンスに対応しようとしてらっしゃるわけですね。で一方でそれを包摂的な形でやろうとしているでこういった努力とかその政府がそういったプロセスに関わってきているという経験を共有してそしてこのフォーラム IGF のフォーラムで共有してそして グローバルな AI のガバナンスのディスカッションをより相互運用性のあるコネクティブなものにするためにアメリカは何ができるかとそれに対する答えはイエスであるべきなんでしょうかね。How ですすね How がが番重要ななところなんですがではちょっと逆戻りしてアクセシブルなプラットフォームについて IGF がどういう役割が果たせるかという話をしたいと思います。 ガバナンスが全てうまくいったとしても最後に残る質問はなぜ AI が重要ななんんだだろうううかとという質問だと思うんですなぜこんなに関心を持つのかでそれに対する答えアメリカの我々が信じている答えそしてここにいらっしゃるほとんどの方々が信じる答えは最も強力なテクノロジーを適用して世界の最も重要な課題に対処するべきだということなんです。 で強力な AI の開発者まあ会社であれ政府であれまあ通常は民間企業なんですけどもそこに時間と時間と 注力を AI の正しいガバナンスに注力してきてそしてそれを社会の一番大きな課題に振り向けてもらえるようにするのか答えはマルチステークホルダーのコミュニティが彼らを指導していろいろな対話とかデリケートなプレッシャー微妙なプレッシャーを使ってそういった問題について考えるその意味ある形で検討するように仕向けることだと思うんですで数週間まああの国連事務総長のハイレベルウィーク州でいくつかのイベントが行われましたでそこでは マルルチスティックホルダーコミュニティそれからマルチラタルコミュニティのそして国々が集まってこういった問題について話しましたでアメリカの国務大臣がまあいろいろな国そして会社を集めましたオープン a i も含めたんですけどもでこういった企業に聞いたのは企業が何をしているのかつまり社会の一番大きな課題に対応するため各企業は何をしているかと聞いたんです。で これは SDG のコンテクストのの下で解釈ししてもらいましたこの質問を。でこういった対話をオープンしてそして国連国連の総会とか IGF で行ってそしてそこで労働へのインパクトについての質問をすればそして我々が子どもの安全を AI の時代で守るために何をしているのかそれから包摂的なアクセスの質問をしたらそれによって対会話自体が変わってくると私は思っています。 ここの若い方が先ほどある質問をしましたねマルチステークホルダーコミュニティが政策立案できるかどうかというちょっと懐疑的な質問だったんですけれども私は実ははるかに楽観視してますポリシーというのは少なくとも民主主義国家ではアメリカも含めた民主主義国家では政策というのはまずインプットに耳を傾ける全ての人の言うことに耳を傾けて作ります。我々ののアアメリカという国のアーキテクチャー AI ガバナンスフレームワークのアーキテクチャというのはまさにマルチステークホルダーコミュニティまに国内で耳を傾けることから始めました。で例えば実習コミットメントのアーキテクチャこれもかなり広範囲なマルチステークホルダーとの対話に基づいているんですで。こういった方法を通じて民主主義国家の政府が政策を立案します。政府で 少なくとも私が話した政府でファウンデーションモデルとかジェネレーティブ AI を理解しているといううぬぼれたかあのそういった政府はどこにもいませんやはり標準化団体の知識それから企業の専門家の知識が必要ですそれから市民社会人権組織などの支援も必要ですでそういったインプットが入れられるとアウトプットとして政策が出てきますそそししたたらら政政政策策が出たら政府が実際その政策をエンフォース行ななけければいけないんです。 でそこでより大きな課題が生まれるでしょう。でちょっと一歩戻ってではアクセシビリティをどう保障するのかどうやってコラボレーションを保障するのか、まあ、イギリスのセーフティサミットであれあるいは G7 の広島プロセスであれあるいは国連のエッジラボであれ あの、我々はまだまだ次の ai の時代の初めにに立っているのでですから、そういった対話は全て今は必要です。そういった入力はまだまだ必要なんです。ありがとうございます。では、民間セクターの代表、まあ、そしてジェームスさんに質問しますね。ジェームスさん。あなたにはそのサービスはどの全ての国に提供しています。 まあもちろん規制枠組みがそれぞれの法域によってはあるでしょうけれどもただその中で AI という課題について企業としてサービスを提供してそれも国境を越えて運営する上ではいろんな課題があると思うんですね。ですからどうやって の AI のガバナンスというのをいろいろなローカル国内それから地域そしてグローバルなレベルで話し合う上でどんな課題が出てきているんでしょうかそしてそういった課題をこの IGF の場に共有する上でそれすることがその業界にとってどれだけ役に立つんでしょうか。ありがとうございますますすず最初のチャレンジですけれども 我々はできる限り多くの対話に参加しようとしています可能な限り多くです。 世界のすべての地域、その国でも、都市でも、あるいは州でも、あの重要な実質箇所が行われています。どの部屋でも行われているんでしょうけれども、最近、あの、私ども、世界中を回って、リスニングツアー、耳を傾けるツアーをしました。で、その時、本当にいろいろなそのツールについてのニーズがあって、そして今後、いろいろな制約、例えばハードとソフトの法律の違いとか。 が分かりましたですから正しい場所に行ってきちんと耳を傾けるそして適切な研究それから技術的な支援を与えるということがやはり一番重要な課題になると思いますつまり正しい方法で参加してそして正しい場所で耳と目を傾けるということだと思いますで、よく討議されるのは こういった非常に重要な短中期的なリスクがあって一方で長期的なリスクがあって例えば人類全体にとっての安全性を例えば人工的なジェネラル・インテリジェンスへの道の中間として挙げられているわけですあるいはどちらかつまり短期中期的な害に対応するかそれとももっと と目を遠くにあの将来に振り向けて、そして国際的な国内的なシステムを作って、それに対応するかという。これはどっちかの極論かと言われるんですけれども、実はこれは二極論じゃなくて、どちらもやらなければいけないんです。つまり、民間のあの研究ラボとしては、こういったディスカッションにあの貢献しなきゃいけない。つまり、国が法律を作る中で、一方で。 国とかあるいはコミュニティがこういったツールをどうやって使うかを決定する上でやはり各部屋に行ってコアな研究あるいは技術的な理解を促進させそして透明性とかそしてツールをめぐる我々の活動というのがこういった対話の結果をできるだけ消化しているとそしてできるだけ多くのコミュニティとか国のニーズに対応しているということを担保するのは課題ですけれども でも責任でもあると思います。ですから、そういった意味で、あの、そういったことを、あの歓迎します。できるだけそういった多くの部屋で、多くの会話に参加したいと思います。アクションはい、え、それでは会場からコメントだとか、何か反応がありましたら、お願いしたいと思います。オンラインでも結構ですけれども、もオンラインでは何かありますか。はい、ありますよ。では、質問が来ています。マカベイリーさん。 イランの方です AI の国連条約でこのようなリスクをどのように管理しますかとそこで地政学的な対立だとかこういった背景を見た時にその国連での AI の条約というものが有効かどうかということそしてそのような状況になった時に IGF はどのような役割を果たすのかおそらくジェームスさんに質問になると思いますけれどもちょうど隣に座ってますので。 IGF に、えーまあ、今回オープン a i を代表して初めてご参加してらっしゃるわけですけれども IGF が貢献できる価値とは何でしょうか今現在の規制 AI のガバナンスに関しますディスカッションにおいてです。そのオープン e n a i はこのような議論に関しまして、えー、貢献できると思いますか未来に向けまして。もちろんです。 先ほどコメントベンチマーキングのお話もありました。そもそもその成功度はどういったものなのかということを理解する必要がありますし、これは技術的な話もそうですし、まあ、ポリシーに関しましてもそうです。本当に重要な役割が IGF にもあると思います。国際的な機関にもあると思います。ディスカッションの調整役ということ、そして調和をさせるということです。こういっったものがベンチマークであって 進捗に対しましてもうこのような形でモニタリングをしていいるととうことですねそして同様に最初の質問に関しまして既存のディスカッションどこで利用できるかということですがそのテクノロジーだとかこの未来のテクノロジーの方向性ですが重要な条約そして法律というのがございますすでにその存在する条約だとか法律というのはあるわけです。 なので新しいアプローチだとかが必要ではないということを申し上げているわけではありませんけれども、そのあらゆることでもう一度同じことをですね作り直す必要はないと思いますので、既存のものを十分に活用する必要があると必要があると思います。できると思います。新しい標準に関しましてもそうです。ジェームスさんありがとうございます。何か他には質問ありますでしょうか。はい。 皆さんこんにちは補正ミューザフレフプレートリコの機関から参りました大変重要な問題に関しまして議論いただきましてありがとうございます IGF がどのように AI の問題に対応できるのか特に AI のガバナンスに関しましてですけれども規制上の問題ということですが私この IGF に参加いたしまして おそらくは私初めてになりますのでこれまでもおそらくも10年以上にわたりましてガバナンスのディスカッションをしてまいりましたビッグデータだとかのガバナンスに関しましてそれからデジタルプライバシーに関しましてもディスカッションをしてきたわけですでも我々は最終的にコンセンサスグローバルの枠組みを策定することはできませんでした例えば大西洋地域においても同じような 規制の DSA と DMA さま様々ござまなございますし法律がございますしそのアメリカの会社に対します対応とヨーロッパでは違うというわけです。そこでこれまでそのような形でグローバルのコンセンサスだとかグローバルの枠組みを作れなかったわけですがビッ,ビッグデータに関しましてですねそういった状況を見た時に AI でグローバルの枠組みが策定できるというふうに、えー、楽観的に考えるその理由とは何でしょうかこれはイエス、えー、ノーではなくてジェームズさんが今回は民間部門の代表者ですけれども何らかの会社において緊急のシャットダウンの手順というのはありますか例えば緊急の危険,危険というものがそちらの AI モデルから生まれた場合に 何か緊急のシャットダウンのような手順というものありますかはいそうですね例えばセキュリティレポートというものがございましてツールオフにすることができます例えばその地域ごとにです、まあ、いろんなレイヤーがその質問にもあると思うんですオンオフアクセスへのオンオフの問題だけではなくて、まあ、いろんなそのレイヤーでの 議論ができると思いますどういったシ,シャットダウンというふうな色のタイプのシャットダウンというものがありますからまた別途議論できると思いますいそうですか私は IGF にこれまでですね参加してなかったので本当にコンセンサス AI に関しまして AI ガバナンスに関しますしコンセンサスというものがあると思いますがあっ,たあった場合にそれをその執行するときに グローバルレベでででで何ができましたでしたょうかでも私はこれはこの AI カバナンスの議論を続けることのその価値ということに今疑問を持ってるんですけれども将来的に基盤モデルだとか生成 AI を考えた時にですね本当にこの 狭い定義での AI ではなくその AI としてのガバナンスの構造も,もちろん内部外部のレッドチームだとかそういったものも持ってらっしゃると思いますが情報の共有モデルを開発している開発者の間での情報の共有ということに関しましては合意されますか例えばモデルに関しましてサイバーセキュリティのモデルに関しまして このようなツールの開発に関しまして説明責任を持てるかだとかそれからまた第三者が見つけたようなものに対しましてそれを取り組むということに対しまして合意できるかその開発者の方はそれに合意されますかまたその国民への,そのレポートというところに関しましても合意されますかもちろんその開発バイアスだとか差別だとかそういったところには向けてらっしゃると思いますけれどもそれからまた このような原則というものを実際に全て実現することができるか少なくともその正しい方向に向かっていくということに関しましての,その楽観性をしたいと思うんですけれどもはいオンラインの中でも質問はありますか ?2 問ほどあるんですか時間はまだありますかパネリストの方 回答してください2つ質問がありまして1つは私からの質問になります。今現在をハッキングすするとしますよね先ほどおっしゃったようにあらゆるそのステークホルダーが関与しているということですが今の例えばこちらにステアリンググループが国連に割りますがそれがその例え,例えとしてですね何らかのあ i a e みたいなものを AI で設けるということはどうでしょうか。 国際原子、ね、機関みたいなものを AI 向けにつけるということに関しましてはどのように思われますでしょうかそれからオンラインの質問こちらは南アフリカの議員なんですがウェリン・ファーバーバさん AI のテクノロジーが人間,人間が開発したものであるとでその AI を活用して 人ではなくて AI にその政府の議論を任せると AI の方が AI が AI を規制するということをおっしゃってるわけですか。わかりました。ではジェームスさん他に何か回答ありますか。はい、一つのエリアで長期的な研究が行なって どこに当てる点がありますまあ、それは先ほどの質問にも関係してまいります、えー、人間が必ずそのループに入っているということですシステムの開発テストに関しましてもそうだしレッドチームの試験に関しましてもそうですで、リサーチの研究に,、えー、に関しましては様々な可能性がありますシンセティックデータを使うだとかバイアスのお話がありましたけど、が、まあ、将来の道筋ですねこういったものを探索するようなリサーチ もございますその中で一つ世界では行われておりますけれどもこれはどのようにハイクオリティのデータセットを作るのかという点これも大変重要です。これはおそらくドメインごとの研究が行われていると思いますけれどもさまざまな新しいタスクを実行できるようなシステムを作るためのデータだとかそれからまた情報が 今現在のコーパスインターネットのコーパス人のその情報のものではないようなもの、まあ、もちろんその人間のトレーニングが今必要になるわけですがそこから派生したものからのそのテクノロジーの能力というものですねこれはあい,いろんなドメンにおいて、えーまあ、少しずつ形が現れてきているというふうに思います。 そして評価だとかモニタリングというのも質問,が質問でもありますけどもう一つの方法はその合成データセットというものでその問題を解決することができるかもしれません。それでも全てが解決できるわけではありませんけれども。それから デコンストラクション、リコンストラクションということで、その情報というものを一旦破壊して、そしてまた再構築するということで、今現在利用できているようなその言語に関しましても、例えば、ジェンダーだとか、それからリージョンだとか、その代表性にも差がありますので、そういった問題に対応する、それから個人的なチューターだとか、遺伝子の研究だとか、それから、あ 機構の研究に関しましてもそうです。まあ、これは合成データを使うということの研究が行われております。そのマシンが作ったデータ、まあ、そこにはいろんな研究機関だとかが行っているその政府のテスト機関というものもそのループには含めるべきだと思いますけれども、それは一つの,その可能性だというふうに思います。それに反応したいですか、倉田さん。はい 私のもはあのワーキンググループを持っていた新規データの品質を検査するためのものです。何が良いかというものを定義した後は、何があのいわゆるあの倫理的なデータかというあるいはあの合成データについても定義しなきゃいけない。つまりプライベートなデータを研究に使うことの倫理性というのは確かにあのあのあります。ただなぜグローバルな規制あるいはグローバルガバナンスを の AI に対して検討するのが重要かということになりますとまず電気のあの話に戻ります。今現在今はもういろいろな形で AI が使われてしまっています。いろいろなあの地域でいろいろなさまざまな方法で使われています。で日本に集まって で例えば異なるコンセントを使わなければいけないわけですね。ですから何をどこで使っていて、そしてどこであのアダプターが必要なのか、どこで適用しなきゃいけないのか、透明性が必要性です。つまり透明性というのは基本的に。 この AI モデルの利用についての基本的な情報そしてそのコンテクストで重要なものについての情報ですでいろんいろなプライベートなレベルで AI をできる限り信頼できるものにしようという努力はされていますがでもそれでもまだ閉鎖的です。 その努力はもちろん一部共有されてるものはありますがでもこれも実主的ですですからやはり共通の地盤がないとそれぞれ何がを話しているのか何がインシデントで何がデータセットでそして合成データがどこで使われていてそして合成データの使われている質はどのぐらいかということが分からない。でそれれがこれだけ蔓延してくるとやはり 標準化された方法で、AI のインパクトを理解しなきゃいけないというプレッシャーがだんだん生まれてきていると思います。では、センターさん、どうぞ。もう一つの質問について、で、その後、もう一つだけ。あの、皆さんから質問を受けます。そして、その後スピーカーの方々に、最後のまとめの一言をいただきます。どうぞ。はい。I. A. E. A. というのは、私は不完全な。 アナロジーだと思います今のテクノロジー今の状況については不適切なアナロジーだと思っています一つは民間セクターのあの AI の開発者があのどんどんと増えてるということ一方で原子力のコントロールについては全てが政府レベルで行われているということでそれから二つ目は あの検証の簡単さですね。そして何を検証し何をトラッキングしようとしているのが違うと思うんですね。あその人は IAEA の内とそれから AI では違うと思います。ただ一つあの IAEA から得られる教訓としては。 1945年から1957年の間 IAEA、e、が開立されるまで12年間あったわけです。でそこで我々はテーブルを叩いてあの世界のガバナンスを AI について設立するべきと、まあ、騒ぐ前に騒ぐ前にやはりもうちょっとあの 辛抱強くなるととといいうことも重要だと思いますただ科学的なネットワークが必要です国を超えるような科学的なネットワークにもこの問題に関与してもらうそれはやはり共有のリスクの評価それから共有の評価の基準あるいは能力などを開発するためだけでも必要ですそのためには共有の国際的なアプローチが必要だと思います。ですから やはり国際的な協力の正しいモデルをこれからもどんどん模索すべきだと思います IAE が正しいモデルでなかったとしてもですありがとうございますどうぞクリスティン・マジンバですウガンダの人間ですが私は母親としてあのご質問したいと思います私は7歳の男の子、まあ、バングレッシュの男の子の質問がありましたね先ほど子どもについて でそのあとフォローアップのディスカッションとしてこのようなフォーラムが政策に影響を与えることができるかという質問がありましたが私は技術的なバックグラウンドを持っているんですがどうしても我々はハイテク定義とかそういったものに埋没してまってそして でやはり共通分母として我々全員が合意できるような多様性の中の共通性というものを見失ってしまっていると思います。で前のセッションでサイバー犯罪のセッションがありましたけれどもそこでも明らかだったのは将来の世代を必ず我々は守らなきゃいけないということが出てきました。ですから皆様のような専門家のパネルに伺いたいのは皆様いろいろなその。 ピッチをされるあの一番達成しやすい成果だけではなくて皆さんは大きな子どもですよね我々の中の子どもを持ち出してそして包摂的なデザインを達成していくべきだと思います。 例えばハーモナイゼーションのような定義がされていない分野例えば将来の世代を保存する保全するための共有の解決策というのを考えていただきたいと思います。今のは質問といいますかコメントだったと思うんですけれどもやはり1分半ぐらいでパネリ,リストの一人一人ぜひまとめの言葉をいただきたいと思います。ジェームスさんどうぞ 最後に一つあ,あるいは最後の質問にお答えいただけますか、まあ、そうでなければあのまとめの言葉でいいですけれども、はい、あやはり官民の連携がこういったツールの安全性については必要だと思っています。デザインン側でもそれかからリポーティングとか それから研究ですね。子供とかその他のコミュニティがこのツールをどうやって使っているかどう？彼らを守るかということが必要です。我々のようなツールというのは、例えば例えば13歳以下は。 使えなないいととうこにりますが若い人とそしてコミュニティなど脆弱なコミュニティがどうやってこのツールを入手してどうインタラクトするかというのが研究が将来重要になってきますそして新しく研究が出てくると思うんですけれども特に学術界から出てあるいは市民社会から出てくると思うんですがそれに対しても責任を持って例えば犯罪の報告とかあるいはミスユース御用についてについのレポートについてもアクションが必要だと思います。我々今とても重要 重要な時期に差し掛かっています。ですから、その意味で、その今までの勢いをさらに強化すると、あの実習コミットメントというのは今後我々どんどんと強化していかなきゃいけない。そして貢献を続けなきゃいけないと思っています。また国際規制とか、それから長期的な安全性を促進するということについて、我々はどんどん。 まあどこの我々に向かっている方向性とか、あるいは国際的なあのどういったツールをこういった？新しいテクノロジーに適用したいのか、ということがどんどん具体化してきています。で、それに対してやはり害を特定して、そして報告をして、そしてどのような新しい。 あの技術が開発されているのか、あるいはコミュニティとか、あのリスク脆弱な人たちにあの対して何が提供できるかという検知する能力が高まっていると思うんですが、ただまやはり色々な新しい対応策が出てきます。ので、それぞれあのいろんなべ様々な方法で提供されているで、電力のアナロジーも大変あの関連性が当たと思います。例えば、ヘルスとかテクノロジーとか金融とかそれぞれの分野で異なるソリューションが提供されるんですが。 ただこういったツールをどうやって人間の恩恵のためにこれを適用するかそして食的な害とかリスクに対応していくかということで具体的な回復策を考えるということはとても重要だと思いますということで関係あるいは参加できて非常に嬉しかったです。ありがとううございます川原さんどうぞにに関しては特に これから重要になるのはできるだけアジリティを高めるくということだと思います。で、それは組織レベル、それから国レベル、そしてグローバルレベルでもあの機敏に動くということが重要だと思います。どのレベルでもレベルでもフィードバックのそれも機能するフィードバックのメカニズムが重要でしょう。それから組織的なレベルではこういったフィードバックをきちんと考慮をして。 そしてそれをを基にモデルなどを構築すするとということが重要で,すでおっしゃる通りリスクも考慮に入れなければいけないしそして差別化しなきゃいけないんですけどもハイリスクの分野についてはやはり共通の評価が必要でこれには独立機関が必要ですというのはそれぞれ自己認証というのだとどうしてもなかなか準拠・履行は難しくなってしまうと思います。 つまりモチベーションが違うからです IAEA、e、国際原子力機関というのは確かにアナロジーとして使うのは難しいというのは AI というのはいろいろな用途に使われているからなんですね。でやはりモラルあの独立的なパネルとか独立したマルチステークホルダーのパネル、まあ、これをこの重要なテクノロジーについても あの構築するべきです今 AI というのはインフラになっています公共インフラであればやはりマルチステークホルダーのガバナンスが必ず必要だと私は考えていますありがとうございますスターンに似たようなものですかスタンあの IA よりもスターンに近いようなものですかねまあ、単なるアイデアですありがとうございます まあこの対話から明らかになったのは人間として我々は技術を使う権利を拒否することはできないですから我々がそのエージェンシーつまり基本的な権利とかあるいは自由について主体性を持つということそれから AI の利用について子どもの権利それから女性の権利がきちんと担保されるようにするということそれから環境権とかいろいろな権利も中心となります。とても重要なこれは会話で我々は関与を続け いけなけ,ればいけませんそして基本的なコンセプトである例えば参加型の民主主義それからインターネットガバナンスにこれを持ち込むということもやはり強調しなきゃいけないと思いますそれから全ての人例えば周辺化された脆弱なグループとか恵まれないグループとかも参加させてそして今あるプロセスが包摂性を持つそして意味あるそして神聖なマルチステークホルダードアプロチであるということを担保していくことが重要です Thank you.、So はいアリザさんどうぞありがとうございますガバナンスのディスカッションは重要ですそして、えー、難しいものでもあります AI そのものがいつも変化をしておりますし進化をしております状況も変わっています環境も変わっていますそういった意味において我々のように多くの方々が,が関与するようになっています そういった意味において私の発言としてはまず具体的な事例が必要になりますどこにリスクがあるのか透明性とはどういった意味なのかどのように責任説明責任というものを確証するのか具体化していく必要があると思いますコンセプトだとかそして理念こういったものはいいんですけれどもまた同じ文脈において 同じような共通の理解そして共通のコンセプトを持った上でさらに具体化をしていくということが重要だと思いますこの2、3日の間でディスカッションする中でさまざまな重要なコンセプトが浮かび上がって,浮かび上がってまいりましたしまたコンセプトもより明確になってまいりましたなので私もこのようなディスカッションを本当に楽しんでおりますしそれから最後に申し上げたいのは これは本当にまだ始まったばかりだということです。ディスカッション始まったばかりだということです。まだこのようなディスカッションは終わることはありません。そのプロセスを楽しむ必要があります。いろんなの意見の交換というものを楽しむ必要があります。そして、できるだけ多くの方を勧誘させるということが重要だと思います。はい、ありがとうございますでは最後 えー、はい、ありがとうございます。モデレーターとしてですね、えー、時間あ管理ありがとうございます。私からまとめたいと思います。私がどのように今回のディスカッションに関しまして、えーまあ、有名なバスケットのコーチで運用したいと思います。えー、クイックでありながらハリーであってはならないということ、ということで、素早く動きながらも、えー、慌ててはいけないという言葉ですね、これを最後に申し上げたいと思います。では、時間がまいりましたので、えー 本当に豊かなディスカッションになりましたけれどもえ簡単に私の方から今日の議論をまとめをしたいと思います。まず主なメッセージとしては様々な視点から話がありましたマルチステークホルダーのその価値も分かりましたし今後もできるだけ包摂性というものを維持しながらディスカッションを続けていくということできるだけ多くの方々に参加をしてもらうということ。 この部屋にいらっしゃる方だけではなくてこの部屋の外側にいらっしゃる方々と,とのディスカッションも重要になります。それからセンター先生もおっしゃったようにーー素早く動く必要はありますけれども慌ててはいけないということでさまざまなオプションを評価するさまざまな課題に対しますそのオプションを評価するということも必要になります。個人的的ににはは AI ののガガバナンンンススとといいうのは大変広いコンセプトであって単に実質的なガイダンスだとか 倫理だとかそれから規制ということだけではなくて IGF はさらに広い側面からさまざまな側面からさまざまなレベルの専門家の視点から対応性そして法制性を持ってこの議論を続けるということが重要だと思います。そしてまた弱者のグループのニーズを満たすということだとかさまざまな性格的な現実もありますのでそういったところも全てて を向けた上でですね今後もそのプロセスというものを皆様と続けていければと思っております。ありがとうございました